はい。お、今日は野外でですか。うん。で今回は、はい、アルファード、現行のアルファード2台。あ、本当ですね。うん。2台、白と黒と。うん。2台持ってきた。はい。で一応こっちが 2.5 の SC パッケージ。はい、でセナこっちが。ポカーンってしてますよ。してないです。2.5 の S。はい、あ、S。SC パッケージと S。うん。あ、見た目はあれなんか見た AR とかもなんか全部一緒な感じ。うん。両方あのバルドコンプリとか。あ、そうなんですね。そう。AR の仕様もちょっとこう塗り分けがあったり、はい、黒はもう塗り分けしてなかったりするんだけど、はい、その辺のまあ解説も加えながら S グレードと SC パッケージの内装とかの、はい、うん、違いもやっていけたらなと。比較動画。比較動画ですか。はい、うわ楽しみですね。セナもめっちゃ楽しみちゃん。楽しみです。皆さんはどっち派ですか。セナはどっち派。いやー今のところまで分かんないです。じゃ あのフロント周りからまず説明していくわ。はい、わかりました。はい、はい、じゃあまず前周りからいくわ。はい、まずこっちの黒のまあ下両方同じ。はい、両方同じ。はい、バルドさんのフロントスポイラー。はい、うん、こっちと。で、あとはフロントグリル。もうめちゃくちゃなんか迫力のあるグリルしてますね。うん。で、こっちの SC パッケージは、はい、アルパインさんのビッグ X11 インチのナビがついてんねんけど、はい、それのフロントカメラ。あ、ん？おお。本当ですね、うん、フロントカメラがついてます。向こうの S グレードはフロントカメラなし、はい、あ、ちょっと見ますね。あ、ないです。そう、そういう違いがあるんですね、うん、で、あとはこっちの SC パッケージは、はい、モデリスタさんのシグネチャーイルミブレード。あ、本当ですね。シグネチャーイルミブレードついてる。ついてるですね、うん、あ、本当ですね。で、あとこっちの S グレードは、はい、シルクブレイズさんのフードトップモール、はい、ボディ同色。ここメッキじゃなくなってますね。 SC はメッキ、はい、メッキ。本当ですね、なんか変わるだけで見た目が全然違いますね、うん、で、あとこっちの S は、はい、TRD さんのボンネットスポイラー、はい、あ、ここにもついてるんですね、うん、SC はついてないから、はい、真っ平らって感じですね、うん、標準。で、あとはなんといってもヘッドライト、はい、うん、こっちが、まあ、2眼2眼。こっちになるとででーん、3眼。3眼ですね、うん、バルドさんの、はい、あのフロントスポイラーデイライトがあったり、はい、あとシグネチャーイルミブレードとかもついてるし、はい、あとは、まあ、シーケンシャルウィンカーと普通のやつもあるから、はい、一回両方あのエンジンかけて電気つけるわ。あ、わかりました。お、違う、こっちは流れてますね。わかるせな、違いが。わかりますよ。こっちが私の好きなタイプなんですよ。好きなタイプ。あのチロリロリンのタイプですね。チロリロリンと。この下にデイライトがついてるんですね。デイライト。はい。で、あとこっちの S グレードの、まあ、白ボディは黒で塗り分けと。はい、お、塗り分け本物ですね、うん。あと2色じゃなくて、ここも黒やねんけど。はい。あ、黒と。白、黒。はい。で、ここまだガメタ。おお、3色塗り分け。そう、そんだけこだわって塗り分けされてるんですね、うん、白はやっぱり塗り分けしたら映えるよね。そうですね、うん、で、こっちが もちろんデイライトついてるのと、あ、シグネチャーイルミグレード、うん、もうポジションとシーケンシャルウィンカー、うん、なんといっても、はい、間違い探しみたいな。はい、じゃあ続いて、はい、うん、サイド、はい、うん、あ、ここやったらもうすぐ見分けられるってことですね。めっちゃ楽やねん。楽ですね。じゃあまず SC パッケージの方やねんけど、はい、足回り両方車高調。車高調が入ってます。うん、やねんけど、はい、こちらの SC パッケージは、はい、RSR さんのブラックアイ。ブラックアイ入ってるんですか。うん、めちゃくちゃ落ちるやつじゃないですか。まだまだ落ちるで。で、はい、ホイールは、はい、バルドさんの。もうこっちはもうホイールもバルドさんって感じなんですね。ジェニュインライン F001。 ジェニュインライン F001 ですか、うん、あの21インチ。はい、大きいですね、21インチってなると。こっちの S グレードは、はい、テインさんの車高調、はい、あ、テインさんの車高調、緑色のやつですね、うん、で、
ホイールは、はい、フレーダーマウスさんの、はい、クエルボ40っていうシリーズのホイールで、はい、こっちは22インチ。あ、こっち22インチなんですか。うん、え、こっちよりでかい、こっちよりでかいですか。こっちよりこっちの方が大きい。なんかこっちの方が大きく見えますね。大きく見える？はい。あ、多分リムあるからやるな。あ、そういうことなんですね。うん、タイヤもだって245の3521。あ、245の3521。こっちは245の30。おほー、タイヤちゃ薄い。こっちの方が。あ、だから、ん？すごい。分かってないですよ。分かってない。多分そのホイールが大きく見えるのはこのデザインが最後まで来てるやんか。はい。うん。こっちはここで終わってこの分、うん、リムあるから、多分リムがあるんでね、目の錯覚というかリムがあるんで、うん、そうで、あとは、はい、こっちの SC パッケージは、はい、アルパインさんのさっきのビッグ X の話やねんけど、サイドカメラもついてる。サイド、サイドカメラって言ったらこの辺映るね。サイドカメラ、うん、今はイグニッションになってないから、はい、後で。で、あとは、はい、マルドさんのサイドステップ。あ、両方ともサイドステップがついてる。なんかやっぱマルドさんのサイドステップ純正っぽい感じがしますよね。メッキのモールが入ってるから。あ、やっぱそういうことなんですね。で、後ろだけクッて上がってる感じがして、サイドパネル。そうやな、はい、かっこいいですね、うん、はい、じゃあ続いてリア周り。なかなか強風やんな。はい、セナの髪の毛めっちゃなびいてますね。あ、なんか撮影かなんかしてる。じゃあ、リアやねんけど、はい、まあエアロも、はい、バルドさんのリアスポイラーが両方ついてんねんけど、はい、こっちの SC パッケージはもうフロントサイド同様で、黒で一色、うん、あ、でローマウントもついてるんですね、うん、やっぱもうエアロにメッキがついてるだけで全然なんかイメージ変わりますね。で、こっちの白、はい、白バージョンはこっちの横見てほしいねんけど、横、はい、あ、色が違いますね。うん、ガンメタ入って、はい、この部分は白と黒。あ、ん、こっちは白と黒なんですね。あ、本当ですね。お、これバルドさんのデモカーでもこの塗り分けになってんの。あ、そしたらもうデモカーと全く同じ塗り分けって感じですか。そういうこと。こっちの SC パッケージの方は、はい、アベストさんのシーケンシャル の、 LED リフレクター、はい、流れるやつですか。あ、がついてるんですね。ついてる。で、あとは、はい、SC パッケージと S やから、はい、うん、テールランプもちょっと違うから、お、うん、セナの好きな仕様になってるから一回つけろ。はい、はい、そういうの分かる違い。こちらチロリロリンとチンチロリンでございますよ。ほとんど変わりわからん。チロリロリン、チロリロリン、チロリロリン。こっちはチンチロリン、チンチロリン、チンチロリン、チンチロリン。え、じゃあこっちはチョロロロン、チョロロロロン、チョロロロロン、チョロロロン。下ネタやんな。で、S グレードも、はい、SC パッケージの方に、はい、まあ、両方今回は、はい、リアごめんスモーク、あ、うん、もう施工してあります。はい、青空が見える。あ、両方とも見えます。見える、はい、うん、ほんま、イエーイ。じゃあセナの好きな内装行こうか。行きましょー、行きましょう。はい、じゃあちょっとテトリスみたいになってるけど。ほんまですね、うん、比較しやすいやろ。はい、めちゃくちゃ入り組んでます、うん、迷わないように行きましょう、うん、はい、レッツゴー。じゃあセナから行ってくれ。セナのテンションめっちゃ上がってますよ。はい、じゃあ内装行きます。はい、じゃあまず、S グレード。 S グレード、うん、まあ今回シートカバーもついてて、はい、シートカバー、うん、それと比較して SC パッケージは、はい、はい、合皮のシート、はい、うん、1列目の運転席パワーシート。ああ、パワーシートですね、うん、でこっちの S グレードは、はい、標準の、ああ、うん、もう普通に手動で動かすタイプの、うん、シートになります。はい、であとは、はい、ステアリングもこんな感じで、はい、ここのコンソールも見てほしいんだけど、はい、S グレードはまあこれが標準の、あ、なんか標準のコンソールって感じ、ね、になります。はい。で、SC パッケージ。こっち行きます。
ステアリングも、はい、このウッドのコンビハンドルになって、で、なんていうの、真ん中。はい。うん、ダダーン。おお、大型のやつついてますね。大型のセンターコンソール、はい、ここからずっとついてて、はい、ついてて1列目、はい、シートヒーターとシートクーラー。あ、ほんまですね、ついてます。うん、1列目の助手席やねんけど、はい、助手席もパワーシートで、はい、はい、あそこでも動かせるんですね。うん、で、オットマンもついてる。おー、助手席もオットマン。オットマンがあって、はい、もうこれもう寝れますね。寝れる。はい、S グレードは、はい、もう1列目やから、はい、まあ標準のシート。はい、標準のシート。で、オットマンもないです。なしです。はい。で、あとは S グレードの方は、はい、天井を見てもらったら、サンルーフがなくて、はい、フリップダウンモニターが、はい、おー、ついてます。アルパインさんの 10.1 型のフリップダウンモニター、はい、はい、ついてます。ナビは両方同じで、アルパインさんの、はい、ビッグ X の11インチのナビあがついてるんですね。はい、テレビですね。テレビ、テレビ、テレビです。で、 SC パッケージの方、はい、セナ何がついてますか。天井はドゥルン、はい、真っ青ですツインムーンルーフ、うん、ツインって意味わかる？ツインズ、ツインズ、うん、ってことなんで2つって。ああ、そうそうそう、2列目の上もはい、はい、ついてます。青空見えます。こちらはですね、はい、アルファインのモニターです。はい、これはきっと多分11インチ、あ、10インチ、12.8 型の、はい、12.8 プラズマクラスターがついてる最上級のフリップダウンモニターになります。はいはい、最上級プラズマクラスター、はい、でこっちの SC パッケージは、はい、標準でナノイー、あ、ナノイーまでついてるんですね。ナノイーで、あとはシート、2列目のシート、はい、エグゼクティブシート、あー、ここに1人1個ドリンクホルダーがあるやつですね。うん、うわー、電動のオットマンがリラクゼーションですよこれオットマンもついてます。はい、パワーシートです。パワーシートです。はい、言うことなしです。はい、で2列目、はい、S グレード、こんな感じ。はい、はい、あ、でオットマンも一応ついてんねんけど、はい、手動、あ、手動でついてるんですね。うん、でただ、はい、S グレードのこの7人乗りの利点は、はい、シートが中に、はい、よ、今寄りましたね。うん、寄って、今ちょっと3列目が前にあるからあれやねんけど、はい、ロングスライド。あー、あ、めちゃくちゃ広なりました。うん、これまだもうちょっと下がるってことですか。まだ下がる。あと15センチぐらいは。だから S グレードでも全然快適に移動はできます。移動はできます。はい、快適なカーライフを。セナ、ほんじゃ一回ちょっとこっち座ってみて。あ、では失礼いたします。うん、座ってみて。あー、これここですね、ここ。そこ。はい。そこらしい。はい。うん。見てください。コーヒーが欲しくなりませんか？買ってきましょうか。ああ、お願いしてもよろしいですか？はい。あ、帰ってきた。まあ、せんな、次 SC の方座ってみて。はい。次は SC パッケージ。はい、セナ様、こちらで操作可能となっております。おお、いいですね見てください、このスローイングな感じスローイングどう、座り心地は最高ですね。いやいや、コーヒーまだですか待ち遠しいんですけど先輩、買ってきます。ここにドリンクホルダーがあるんで準備してるんですけど、すぐ行ってきます。お願いします。はい、で続いてリアゲート、はい、リアゲートやねんけど、せの一回開けてみて。これの開き方はもう伝授したんで、ノグノグハチョプラスです。で、今回 SC パッケージやから、はい、これ何やったっけ名前。パワーバックドア。おお、覚えてる。 SC パッケージやからこれついてる。うん、はい、閉めて。じゃあスイッチオン。閉まりなさい、閉まりなさい、閉まりなさい。で、S も一回あれするわ、セナ開けて。次こそ、うん、はっ、お、こちらにはついていないです。こっちは S グレードは、はい、
パワーバックドアの設定はないなし、はい、手動で閉めます。でも女性のお客様とか結構あのダクに閉めれるっちゃ閉めれるから、うん、はい、セナ、はい、はい、閉めてみて。まずここ持ってね、ここ、これ、うん、こんなのな、こうあの分かる、あれ何やった、あれロッククライミング、ロッククライミングみたいな、手が食らいつくようになってるから。あ、確かに、うん、そう、あ、すごっ、うん、でここまで来たのもらって、で最後はイージーで、あー、うん、S グレードでもイージークローザーはついてるんですね、はい。で、今回は、はい、S グレードも SC パッケージも両方令和1年式、はい、あ、令和1年式、うん、めちゃくちゃ新しいですね、はい、めちゃ新しい。で、こちらの SC パッケージの、はい、うん、お車は、まあ、さっきも言ったみたいにアルパインさんのビッグ X、はい、うん、11インチのナビもついてます。はい、SC パッケージの方はステアリングヒーターついてます、はい、じゃあセナ一回ちょっと運転席座ってみて。やった、失礼いたします。はい、うわ、一回ナビに向かってサイドカメラつけて、サイドカメラ、うお、お、すごい、変わりました。ほ、うん、んならセナ次フロントって言ってみて。フロントカメラ、おお、変わりますね、すごいやろ、素晴らしい機能ですね。じゃあセナ、これで一回さ、ちょっとブレーキ離してみて。あー、動かない、なんで。そこの、あのシフトのところにホールドって書いてるのわからん、上から2番目、あ、これ、うん、これアルファードホールド機能っていうのがついてるから、はい、今、機械的にブレーキ踏んでくれてんねん。だから信号待ちとかそういう時とかも、うん、って言ったらそのホールド機能使ったらブレーキから足離してもブレーキ踏んでくれんねん、これでアクセル踏んだらホールド機能が解除されて普通にまた走れるっていう、あ、うん、で今回のこの SC パッケージは、令和1年式の走行距離が 17,600km のお車になります。 17,600km、 はい、でこれをドライブに着いた、はい、うん、おー、ホールド機能はやっぱついてるんですね。 S グレードでもさっきのブレーキのホールド機能はもう標準でついてます、はい、でこちらの S グレードも、はい、さっきの SC パッケージと同じでナビはアルパインさんの11インチのナビついてて、はい、うん、フリップダウンモニターはアルパインさんの 10.1 型、はい、10.1 型で、この車は令和1年式の背中距離何キロになってる、はい、6270キロです。6270キロ、全然走ってないですね、両方とももう極上車、はい、うん、極上、まだまだこれから元気バリバリで走ってくれる車になるので、はい、そうですね、はい、はい、ということで今回は、はい、アルファードの、ナイタグレード、S パッケージと SC パッケージでございます。2.5 の S グレードで、こっちが 2.5 の SC パッケージ、はい、まあ、S と SC パッケージの比較動画でした。はい、はい、じゃあセナ、結局一通りこう総合的に見てどうやったの。ところどころちょっとやっぱ違うなとは思いました、うん、ですがやっぱどちらも極上車でした当たり障りない回答しましたね、もう完全に。まああの今回はノーマルじゃなくて、はい、うん、両方バルドコンプリートカーやから、はい、うん、両方ともこうかっこいい、かっこいいです、うん、で内装も、まあ、S グレードはシートカバーがついてたりとか、はい、うん、ナビは大きいナビがついてたりとか、はい、うん、両方とも充実してる。そうですね、うん、S もシートカバーつくことによってやっぱ高級感がちょっと増しますね、うん、そうやね、はい、全然十分な装備でしたね、うん、で、まあ、テント、はい、今、ご来店いただければバルドさんのコンプリートカーで、はい、うん、黒バージョンと白バージョン、はいはい、このような状態で、はい、かなり贅沢な状態で両方ともこう見てもらうことができるんで、はい、気になったお客様はぜひご来店ください、はい、この動画が良かったと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価の方お願いします。今回は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。